カニス・アンソスは2015年に、クラウス、ピーター・コフリーラが提唱した、食肉目犬飼いの属の種。従来金色ジャッカルに分類されていた、食肉類のうち、アフリカに生息しているものを指す。コフリーラが命名した、英語名は、アフリカンゴールデンウルーフ。cnn.co.jp では、アフリカ金色ミ、ナショナルジオグラフィックでは、 アフリカンゴールデンウルフと翻訳されている。コフリーが所属しているスミソニアン保存生態学研究所は犬属では150年ぶりの新種だと述べている。西アフリカとエチオピア南部からエジプトにかけて生息していることが確認されている。いくつかの論文では家畜を襲う主な害獣の一つとされている。 エジプトのジャッカル CA ルーパスターは従来、金色ジャッカルに分類されていた。だが、1880年に、インドの狼 CL パリピストズ骸骨が類似していることが指摘されるなど、大陸狼 C ループスと形態学的に類似点が見られるとの研究報告が複数あり、大陸狼の亜種だとする意見もあった。2011年、2012年の CA ルーパスターの、 ミトコンドリア DNA を解析した論文も他の金色ジャッカルより大陸狼に近いと報告していた。2015年、コフリーラはアフリカとユーラシアに生息している金色ジャッカルは100万年以上前に分岐しているとして2つの独立した種とみなすべきだと主張した。また、ユーラシアの分類群の学名をガニスウリアスとして エウラシアンゴールデンジャッカルという英語名を提案し、アフリカの分類群の学名及び英語名としてカニス・アンソスを提案した。シー・アンソスという学名は、この分類群の中で最初に記載されたセネガルの金色ジャッカルに付けられたものだったが、この学名には異論もある。2017年、ベロンタラは論文中でこの詩をアフリカンウルフと呼び、1820年に記載された。 C. アンソスの正規順標本とされているセネガルのメスの標本は横筋ジャッカルの可能性があると主張した。これが事実であれば C. アンソスが最初に公式に記載されたのは1847年ということになる。ベロンタラは C. アンソスが主の定義に問題のある疑問名であるとしてガニスルーパスターを本種の学名として用いた。ありがとうございます。